名古屋鉄道によりますと、初乗り運賃を現行の170円から10円値上げの180円に変更すると、国土交通大臣に運賃改定の変更許可申請を行ったということです。運賃の改定を申請したのは、1995年1月以来、およそ28年ぶりです。運賃の値上げは来年3月の予定で、名鉄名古屋駅から金山駅は、 現行の190円から210円になる予定だということですまた通勤の定期券も11.6%の値上げとなる一方で通学の定期券は家計の負担を配慮し据え置くとしています